ピースが歌舞伎で。おはようございます。今日も銀座です。銀座植物が多いんじゃない。まず朝こんなにやるんですね。ついでに頭もやります。植物用ですけど、まあ、いいすいません。そうですね。まあ今途中書いてるところなんですけど、ああちょっと待ってね。あ、そっか、携帯を持ってくる。これも面白いですね。これはフロッピーディスクですか。これはね、1930年代ぐらいの、これはもうアンティークなんですけど、リリース売られてて、大学とかの、あの講義で使う、あの、まあ、建築物とか、あとは美術とかをこうスライドで見せる。あ、映し出すやつですね。ちょっといいですか、見せてもらって。おー、あ、すいません。これを使ってなんかね、その組み立てを後にして面白い。すごい、これ結構いいんですよ。うわー、これをセッティングして、例えばこういう建築物なんかもありますから。うわー、すごい、なんですかこれ。これめちゃめちゃ綺麗。うわー、これなんですっごく精密ですね。そうですよね。え、これ写真じゃないんですよね。写真ですよ。あ、写真なんですか。当時そこの教会とかそういう建物に入って写真を撮ってるんですね、あの当時のカメラマンがね。それを講義とかで使うために。うわー、すごい素敵ですね。そう、相当いっぱいあるんで、それで作品も作れますよ。それを集めて。あー、うん、300、400枚ぐらいあった。結構。うわー、かっこいいですよ、ね、かっこいいですね。ブルガリですか。ブルガリ、これあの結構古いやつで、1964年からずっと、あの、なんだろう、あのポートフォリオというか、作品集みたいな、こういうずっとね、ジュエリーのこういうカタログが、だ当時の写真をこうやってね、やってるんですよ。はぁ、かっこいいですね、このポートフォリオね。かっこいいですね。さすがというか、当時のね、というかモデルを使ってね、髪もね、またそう、かっこいいですよ。めっちゃかっこいいですもんね。そう、あのマーブルですね。これ、うわー、うわめちゃめちゃかっこいいですね。なんかの、要は辞書系とか。辞書じゃない、これはね、ポエムだと思いますよ。あ、そうなんですか、詩。あ、ノベルズ、そうそう、作家ものですね。コブラなんですか。ちょっと見てみていいですか。かわいいですよ、これ。すごい、面白い、面白いでしょ。めちゃめちゃ面白い。え、ちなみにこれでどのぐらいするんですか。値段60万です。いや、すごい。でも今ね、3ヶ月ぐらい食べてましたら結構出ます。うわうわ、しかもこれ1本繋がってるんですよ。うわ、5メートルぐらいなんですかね、もし伸びたらね。うわぁ、なんていうこのライン、素敵ですね。これもまた、じゃあ今も現存というか、現在、今も作ってます。まだ分かります。僕なんですけど、こちらは、あ、これも僕ですね。これ石膏に色塗ってこれが、もうリオで80万ぐらいめちゃめちゃかっこいいですね、これもまた。これはね、あれ、ビニール、裏から描いて、こういうのでバッグってありました。一緒に作られてた時ありました。あ、そうそう、それありますね。ビニールでも作ってるのあります。あります。あります、ね、ただこの色感っていうのは、あの普通のペインティングじゃ出せないですよね。弾いたりしてるんで、それの面白さもあるとこで描いてて、これは奥のビルの豪快、あの屋上です。だいぶもう片付きました。あ、どうぞどうぞ。こんにちは。あ、先ほどの、そうです、あ、ちょっとビデオを撮らせていただいて、わー、すごい、ここそう、もうだいぶ片付いて、51個あったんだけど、もう売れちゃってだいぶなくなって、ちょうどね、その奥のビルの1階のところで、あー、そうですか、これ、奥のビルですね。奥のビル、あはあそこの、まさにすぐ横のという、さすがですね。面白いした。こちらはおいくらですか。5万円で、はい、あります。あの車輪に木の実を入れて、一番上に、あの、なんて矢印じゃないですけれども、あの文字というか、この、はい、矢印のなんかいいですね、この星のようでね。
新宿かな。あ、すごくかっこいいですねこれ、うん、ちょっとこれをいただこうかな。写真を、いやすごくいいですね。さすが、さすが。あ、ちょうどいい場所に、さすがです、さすがね、ベストポジション。これも気にならないでしょ。いや全然、ね、この辺の風景は生かした方がいいかもしれない。すごい素敵になったな。中もいいですか。あ、どうぞどうぞ。この子すごいですね、やっぱり。ゲートもいいですね。これ土台がね、フランスの、あの車輪。そうですね、この43、あ、そうか。これって、じゃあ50までの番号が振ってあるんですかね。そうなんです。43で、じゃあ何個何個ってことですね。そうそうそう。これは27。そうですか。素敵ですね、これまた。